너무나도 당황해 그만 너를 보냈지 사랑한 기억이 나를 붙잡고 좋았던 말들이 나를 울리고 가지 말란 말조차 하기도 전에 벌써 넌 돌아서 버렸고 oh, 지나간 시간을 돌려서라도 너에게 준 상처 다 준대도 오로지 너 하나만 있어준다면 그걸로 난 됐어 forever 하루가 가고 한 달이 가도 시간은 무의미했었지 수학을 들어 너를 들어도 한마디 못한 채로 끊는 내가 나도 널 잊겠다는 말을 어떻게 내가 할 수 있겠니 no. 너무나도 애타는 내 마음 Please don't leave me baby 쳐다준대도 오로지 너 하나만 있어준다면 그걸로 난 됐어 forever. forever Ladies and gentlemen 나 눈물뿐인 바보로 남는 나에도 도저히 너를 잊지 못한다는 어쩔 수 없나 봐 사랑이란 것도 범다치 하고 싶지도 할 수도 없어 내겐 이제 너와 내면 안 해 수많은 사람 그 속에서 너를 지켜낼 수 있어 너를 위해 살 수 있어 너와 데이트 이제까지 길이 든 내 마음 수준이는 바로 Everybody sing it 너치 숨 쉴 수 없는 걸 너와 봐줘 girl 네가 너무 좀 보고 싶어 Cause you're my love 日本まで聞いてくれたディーライト皆さんお会いできて嬉しいですディーライトです。いや皆さんディーライト本当に本当に忙しいなんですけれども、東京までここまで来てくれました。ありがとうございます。いえ、どうぞどうぞ。もうそのことためならもう地球も狭いですよ。僕はソロ君のためなら太陽まですぐ行ける男でございます。いや太陽まで行きますか。はい、どうですか、この気持ち。暑いですよ。暑いです。あっつ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 あっこの曲、久しぶりで。久しぶりですよ。はい、そしてこの歌を前、ちょっと心配になってました。はいはいはい。みんな知らないと思って。そうですね。大阪の時はちょっと評判悪かったですね。そうですよね。はい。でも東京も僕が、あ、この曲、あ、知っているのか、人、色か分かりません、はい、と言ったんですけども、じゃあもう、知っているよ、知っているよ。あ、知ってました？そして後ろで聞いてどうでしたか？はい、全然知らないように見えました。はい。やっぱり僕
信じたのに、やっぱり分かりませんでしたよね。そうですね。だからたまにはファンの皆さんの気持ちをそのまま信じちゃダメなんですよ。そうですよ、たまにはですね、はい、基本的には信じますけど、はいはい、歌を知っているなんとか一緒に歌おうの時は半分ぐらい信じた方がいいです、はい、そうですね。なんか僕が水準の上から見るとですね、なんかどんな人はどんなファンの皆様、あ、これ新曲かなこの曲いいじゃん、あ、二人だけの新曲だと思って、そうですよね、あはい、さ あ、はい、失礼した、はい、はい、今の話は本当にもう台本にもなかった二人だけの話なんですね、はいはいはい、だから僕も今日ここに来たのはやっぱり今まで、うん、ほぼもう1時間ちょっと過ぎました、今過ぎてるんですけど、いいですね、もう一人で頑張ってますから、うん、ちょっと休憩させたくて、あ、はい、そうですか、はい、なんか一人で踊ったり歌ったりピアノ弾いたりそうですよ、後ろから見たら、はあ、頑張ってるなと思って、頑張りましたよ、はい、僕頑張っていましたよ、だから早く僕がステージとかでこれちょっとやって休憩させたいなと思ってんだです。皆さんどうですか、いいですか、ちょっとだけあのステージをティーライトに頼んで休憩していいですか、いいでしょ、そしたらディライト君ありがとう、はい、ちょっと休憩してください、どうもどうも、はいはい、また休憩しています、はいはいはい、ありがとうございます。皆さん、もう一回こんなに素晴らしいステージの上でご挨拶をします、ディライトでございます、よろしくお願いします。あ、すごいですね、あの皆さん今日の雰囲気ってやっぱり違いますよ、うん、しかもソル君の7年ぶりほぼ10年ぶりのライブじゃないですか、だから皆さんも本当にいろいろ準備して応援とか心の準備をしてきたなと思ってました。あ、嬉しいし、やっぱりこの2人のステージはビッグバンの時もなかったですね、いつもなんかチードラゴとかチームとかやってたり、だから僕も裏ですごく応援してたました。ああ、なんかグッドボーイだなみたいな。俺もグッドボーイなのにみたいな。俺はなんでみたいな。でも皆さんのおかげでこんなに、ああ、すごい、僕にも、ああ、何よりも、ああ、大事な思い出になりました。ああ、そうですね。皆さん、ちょっと、年末ちょっと忙しいですか皆さん、急に。え、なんですかこの笑いは。そろそろ2014年が終わっちゃいますよね、寂しいですよ、だから皆さん今年の年末何する予定なんですか。あ、そういえば偶然だわ、いつだっけ、11月30日と12月1日になんかイベントがありそうで、あ、まさかのディライトのライブがあるみたいな。そうですね、皆さんのおかげで、はい、こんなに急にステージの上で営業しちゃってすみません、でも営業ではないですけど、本当に皆さんのおかげで今年僕のソロツアーが無事に終えて、皆さんのまたアンコールツアーが決まりました。もしかして、はい、皆さん年末忙しいのは十分分かってます、でも僕の公演やそしてちょっとビッグバンのとかなんとかの雰囲気をちょっと振り返ってみたいなと思った思っている方は、年末11月の末31日と12月1日は東京、そしてそれがダメな人はちょっと遠いんですけど12月14、15に神戸でライブがありますから、それチェックしてください。そしてあの時ちょっとこう噂によると皆さんに喜ばせるためちょっとサプライズがありそうです。7年ぶりっていうかほぼ10年ぶりのなんかサプライズがありそうなんですね、はい、あの現場を一緒に楽しみたいなと思います。はい、 MC がちょっと長くなりました、すぐ歌っちゃいます。皆さん、この歌で、うん、空まで
飛んでみましょうか。みんなで一緒に歌いたいと思います。 Let's go! Wings!